ージのとこ見に行く。めっちゃ買い取るで。どこ行くんこいつら。やばい、これナイトル終わるぞこれ。アリスコフどこに。アリスコフ、え、いやこれすごい、大丈夫かこれ。アリケンレブチャンネル、それじゃあ動画へレッツラゴー。 FNCS、予選3週目、最終予選の最終日やっていきたいと思います。さあ、なのでここはさ、目の前敵がいるからさ、おお、落ちたところルリしっかりショットが張っている。さあ、牛を使って移動していくが、ラル君が持っていかれてしまった。ここからは順位頑張って牛で取るんじゃないか。そうね、まあでもこれ牛があるから降りれるな。さあキャラコンです。ああ、でもいるな。あ、危ない危ない危ない、危ない。さあ、もう一番下まで降りていきたいですねこれ。やばい、これは、バグってる。さあ、バグですね、よかった。うわー、これまた俺だ。いやー、なんかだけどジャンパッドを使って、さあ縦横無尽に立ち回っているルリ。やばいぞ HP、 やばい。あー、どんまいだ。あ、でも26は、ここはやられちまった。さあ、リック&モーティーのモーティーを使っている。さあ、頭がでかくないかこのスキン。さあ、目の前ワンボックスフラム下に降りてやっているが、これはちょっとスキン。さあ、しかしこんなスキンでもしっかり中間当てる。もう一発100ダメージ当てて落ち着いて着罰があるので、さあ、目の前の敵を倒して資材を今ちょっと回復したね。さあ、50術回復できたぞ。さあ、残りの味方は、さあ、1人ずつ、さあ、上見ていきましょう。さあ、ハイグラを取ってるのはゾタックス。さあ、上からアサルトライフルのショットガンだが、アサルトライフル撃ちすぎてアサルトライフルの弾がない。さあ、ここは目の前戦いに行くが、アンチダメージ死亡。さあ、味方の HP は58。さあ、これは絶望の HP。さあ、残りチーム4パーティー。さあ、2222か。さあ、中に入る。さあ、11ポイントが欲しいところで、アルベドさん、ここは回復している。さあ、アルベドさん、着罰を使いながら、さあ、残り1対1回復勝負。しかし、相手の着罰の方が多いが、拾った着罰で追加回復。もう一発撃って、もう一発撃てる。これは、HP 的にアルベドさんが多くて、そのまま、1試合目44ポイント。さあ、アリス君たちがやり合ってますね。さあ、アリス君画面行こうか。さあ、アリス君、おっと、ポンプ、ダブルポンプ持ってますね。さあ、一発撃って、さあ、ナイトルクジャク、下からの援護はあるが、さあ、アリス君、上で一人で耐えれるか、残り資材31枚。うまっ！うまい！さあ、敵が見えた刹那の瞬間、撃っていく。さあ、しっかり、逃げてはいるが、これ、待って、味方はどうなってるんだ、これ。これ、アリス君がワフ1-3してね。どこいる味方。え、わかんない、これどこにいる。めっちゃ遠くない。え、待って、えもう無理じゃん。さあ、アリス君ぶっ殺されてしまったが、さあ、なんでアリス一人で行ってんだこれ。過去に戻ろう。あ、さあ、待って、こっからどうなる。え、こっからどっから来る。あ、こっから登ってくるんだ。さあ、前さんたちが生きている。さあ、いいですよ、今日俺が開けた動画ね、新しいね、エモートのやり方のね、動画開けたので、皆さん見てください。さあ、ここはマイサー、しかしカウンター食らって打ち倒されてしまう。さあ、後ろにはジョーザがいるが、さあ、ここは名刺 SS。 さあ、どうする。さあ、まだ生き返れそうだけど、どうこれ、無理かな。いやー、厳しい。いや、これはもう捨てるしかないね。目の前に、さあ、資材があるが、取りに行ったところショットガン一発もらってしまう。さあ、着罰を使いながら、さあ、移動していく。さあ、上の方誰がいるか見ていきましょう。さあ、シャモキーたちがハイグラを取っていますね、これは。つえ。さあ、後ろに戻って、資材を取って、さあ、戻ってきます、SS たち。さあ、ローグラにいるのは誰だ。さあ、ローグラには。これ1か8か、ワンチャンハイグラと勝負したそうね。さあ、目の前、ジョーザー1人で残ってるところ、とうとう SS に見つかってしまった。さあ、ジョーザーはやられたことがまだ生きている。さあ、資材あるから、いや、でもどうだろう。いや、これ行かない、行けないね、行けない。そうね、メイシーが資材ゼロだからね。さあ、ここは S2 下に落ちてしまった。さあ、上からいろんな人間がやってきた。さあ、アレンが一発撃って着罰撃ちながら戦っている。一人倒して、隠しが間に合わない。さあ、レックも倒して、さあ、マル FL が回復勝負。さあ、お魚がある。これは一番あるんじゃないのか、回復チャグバズ。うわー、これはさすがに勝ったべ。さあ、これは右、これはこっちが勝ってるか。いや、負け、間に合う。いや、間に合わない。
どうなの、ラグいけど間に合う。さあ丸も着バスを拾いながら耐えている。しかしお魚二つはあまりにも強すぎる。丸がそのままやられてハイグラ取ってた。レベナクジャクたちのとこ見に行く。めっちゃ買い取るで。ああ右下の島、いやでもいやいるね。違う、どこ行くんこいつら。やばい、これナイトル終わるぞ。これどここフリーのところを探して、うん、ここフリーだったからここ行こうっていうので今2回ともそれを同じことをしてるチームが多分いるのかな、はいはい、あ失敗し続けちゃってるのか今。失敗してるね多分。なるほどね。アリスコフどこに。アリスコフ、え、いやこれ大丈夫かこれ。怖っ。これはちょっと、さあ今日の試合で確実に一番大事な試合、残り12パーティー。しかし今見てる感じ、いや、なんだこの上だ上だ、こうなるんだよな、ここの話は。なるほどな。早く動ける。いやでもこれ早めに移動しても死体が足りない。そうね、ジャンパ切ったけど、いやここジャンパ必要だな、これ。さあ上ではアルビノさんたちがやり合っている。さあ目の前落として、うまい、うまい。フレダさん押し、しっかり倒せ。うまい、次撃。これ資材獲得すればあるよ。うわ、もう一人やってきたな。ここはしっかりルナがやっていく。さあしっかり後ろ見て着バスゲット、これは美味しい。さあシューシャがアンチを伸ばしている。しっかりと上に登って、さあ回復している。さあクソアンチだったが、ここはしっかりと上だ上だ、ここしい、こっから上。うわこれしんどすぎるだろう。さあシューシャこれ HQ 再起しないといけません。もう全員倒しに行く。そうね。さあ目の前倒して、さあエンジンは温まっているぞ、頑張れ。さあこれ収集回復したいね。そうね、いやでもアンチが、さあ目の前壊して落ち着いて。そうだね、さあ移動して、まあ、全員で一人で移動してるね。さあルナ君はやられて、ペポも一人です。シュンちゃんも死んでる、ペポにかかってるな。シュンちゃんもやられて、うん、さあここはペポ上に登って、 いやー上から撃たれるが残り資材4枚。これ上誰、さあ目の前に資材が降ってきた。うわー、さあこれは登れてない人間たちでやり合っている。もう下は終わるでしょう。上であらら、山頂に到着してるチームだけが生き残っています。これはイージーウィン。左下見てくれ。はい、どうでしょうか。 CR クラフアリス。はい、これスラーピーに帰ってきましたね、た王者たちが。いやよし、もうスラピーに行こう。そうですね、もう俺はスラピー得意だ。スラピーかね、ですね、これは。さあゾタックスの目の前アリスがいるが、そこら横取って、さあスナイパークイックショット、危ね。さあアリスたちこれはどうする。これもファイトですね。これでも裏後ろ取ってんだよな、めちゃくちゃ。これナイトルが後ろ取ってんだよね、ちゃんと。さあうまい、トライフル打っていく。ダメージもらわずに相手にダメージを食らしていった。さあゾタックス一人浮いている状態。さあクジャクが上から這い寄っている。怖い、うわー惜しい今の、はい、うわいった。さあ、セトレフリッキーに削られてしまう。残り92、早めに決めなきゃいけない。さあ、全員で回復して、でかい。さあ、目の前にソタックス一発あって、早めに一人持っていきたいが、さあ、クジャクがゾタックスがやられて、さあ、ナイトルここは爆発させてダメージを狙うが、さあ、どうにもならない。さあ、これは敵のボックス広いな。いやでもアリスも倒せばだが、うまい、うまい。え、あるあるある、まだぞマジで。いや、あ、うまい、よくよけた。うまい、うまい、うまい、うまい。しかもシューシャンたち来てない、これ来てるね、これキルロが見てるな。そうね、ペポたちが頭ゆっくりに来ている。また別のパーで来てるよ。さあ、マイポリたちも来てる、うん、さあ、スラーピーに4パーティー集結。下の方でどうぞ。おー、ネフライトさんたちも、ま、たおー、ネフライトさんが後ろから一発当てて、さあこれ倒してきて、惜しい、今の頭じゃないんだ。さあネフニーもやってきた。さあスラーピーでフェスの開催です。誰が生き残るんでしょうか。あーでもシュンシャンたちは、シュンシャンたちは未成年だからすぐ帰っていくね。あーみんな、あーみんな、あーもう終わった、解散。あーやばい、残された、やばいやばいやばい、残されちゃったって。これすごいぞ。あ、でも、あ、でもマイポリ、あ、みんな解散だ。解散した、すごい。え、連携取ってるくらい。
すごいなこれ。かわいそう。さあしかし顔を出したら SS が全部ぶっ倒してくれるでしょう。さあここは一度右にずれて、うまいうまい。さあこれはいいアンチート。でもう一度下に降ります。うまい。そしてアンチ内に入ってこようとしてるやつらをさあ SS 倒すことができる。さあ味方がしかし2人やられちまった。残り1人は SS。 うわうまい。一発の、さあカッキリも入って、さあキャベツ3つゲット。目の前を倒して。さあ残り 1v1。 あるくない？え、マジであるマジである。さあ目の前のムーンを倒せば勝ちだが、うわー、惜しい、惜しすぎ。うわ、マジで。いや、またもう一回降りてるね。これまたフェス見れるよ、フェス。初動フェス見れる。え、なんか下がってない？ごちゃんです。あ、違うか。CR フェス、うん、CR フェス始まる。いや、下が、え、なんかドタックス。あれ、いない。え、あれ右上、右上。なんで？じゃあナエトルたちがスラピ奪い取ったやん。さあラル頭いいからね、ボドカさん曰く頭のいいプレーをするらしいです。これ横から上に上がって、あ、もう頭いい。さあ下に降りて、さあ資材残り2枚。さあ真下に敵がいるが100、うまい。いやまあまあでも4位はナイファイ、ナイファイ。さあこれ登らないといけないが、これ正直しんどくないか。さあシャモキーたちがさあ登ってくるやつを上からやるだけの簡単なお仕事。さあ最後倒して、シャモキー152ポイントシュート118。いやーどうだろう。全員倒すしかない。そうね、キルポが重要。でもめっちゃ倒してる、10キルしてる。やばい、当たんない。ここは倒しきりたい。やばい、鬼ごっこが始まってる。さあ1キル取っていいよ、キル的にはいいよ。さあコヨタがやられてしまう。さあうおっ、さあナボを倒して、さあ横から回っていく。目の前にフラム、そいつ倒さないと。うわっ、強いよ。うわー、フラムが1位のポイント越した。こいつ1人で生き残ってる。すげえすげえ、ずっと残ってたのか。さあ耐久して、さあ暗礁の中に入れるか。2位硬いぞこれ。目の前後ろからやってきて、2位でフラムフィニッシュ。181ポイントで1位を越して、最後はドタックスたちが、あれこいつらもなんかやばくないキルス。さあどうなるんでしょうか。17キル袋してたね。うわー、前さんたち越されるのか。越されたね。それでは見ていきましょう。 FNCS 予選最終、最終予選ヒート前の予選が今日で終了です。クオリファイを決めたのはこの3人だ。うわー、お、アレンさんたち、アレンたち入ってきたな。ギリッギリね、危なかったね。でも初動死んだのに。どうも、それじゃあお疲れ様でした。また来週お会いしましょう。せーの、またな。バイバーイ。どうしよっか、こっからっつって。こっからどうするって。ちょっと待って、一番おもろいこれ。これ多分周りいっぱいいるのかな。いや、もうさすがにみんな、まだいないと思うけど。でもさ、あれ、クジャクたちが降りてきたのビビったね。そうだね、次の試合からどうしよっか。いやー、でもさすがにこんだけボコボコにしてから次来ないでしょ。でも他の人たちもいるからね、ここ。いやー、正直来ないでほしいな。もう俺らどうなるか分かんなかったね。これリブート取れてる？分かんないけど、全員いなくなったらリブートしたい。これアンチ来てるし、そろそろ移動しようか。オッケー。おお。